ルール合意と占領法に反対する市民抗議。ドイツ占領法、または一般に占領法は1949年4月10日に新たに作られた占領下ドイツ政府と西ドイツの連合高等弁務官の責任と役割について定めた法である。アメリカ合衆国、イギリスそしてフランスによって作成され、パリ協定が有効になるまでの間、効力があった。 連合高等弁務官の創始者は、ワシントン DC における8日間にわたる、激しい集中会議で審議した、アメリカ合衆国国務長官のディーン・アーチソン、イギリス外務、英連邦大臣のアーネスト・ベビン、そしてフランス首相のロベール・シューマンであった。これはドイツに条件付きの主権を与え、マーシャルプランの対象とした。連合国は、占領軍を国内に駐屯させる権利については、 引き続き保持し、軍縮、非武装化、科学研究、戦争賠償、ルール地方問題、ヒカルテル化、亡命者や難民問題、安全保障、占領軍の名誉と安全、外交、そして外交官取引についてもこれらを完全に支配下に置いた。連合国代表は、議会評議会に占領法を認める憲法の制定を要請した。 ドイツ社会民主党からの抗議もあったが、評議会は占領法を承認した。ありがとうございます。